高いなって思いました。やっぱり世界の壁はまだもうちょっと高いかなって。高いです。ただそれを肌で感じたことによって、また来シーズンへの思いっていうのはより強くなったんじゃないですか。このチームで全く通用しなかったってわけでもないなくて、私たちが世界で1位と言えるものもきっとあるので、そこをもっと磨いていきたいと思います。このシーズン、そういう磨いていく姿を選手の皆さん、チームの皆さんが見られることをとても期待しています。ありがとうございます。佐賀のイメージはどんなものをお持ちなのか、佐賀での好きな場所や食べ物なんかもあったら教えていただきたいと思います。こちらは背番号20、筒井彩乃選手にお答えいただきたいと思います。ホタルも綺麗ですし、何か好きな食べ物なんか見つけられましたか？佐賀と言ったらやっぱり佐賀牛が一番好きです。やっぱり体が資本な皆さんだからこそ、たくさんお肉も食べられたりしますか？はい。ステーキとかだったらどれぐらい食べられますか？1キロぐらい。1キロって結構な量ですよね。ぜひ佐賀牛でも味わっていただきたいと思います。筒井さん、ありがとうございました。筒井選手でした。さあ、そして世界を戦う女子バレーの皆さんとなかなか触れ合う機会もありません。普段の選手の皆さんの顔というのをこちらで垣間見させていただきたいなと思います。さあ、こちらの質問ですけれども、背番号11、加納麻衣子選手にお答えいただきたいと思うんですが、このチームの中で一番〇〇な選手は誰々ですよなんていうのを教えていただきたいなと思います。麻衣子選手はチームの中でもムードメーカーだと伺いました。チームで一番〇〇な選手誰でしょうか。〇〇っていうのはまずはどんな選手でしょう。まずは、はい、チームの中で男前な選手。男前な選手、チームで一番、それでは男前な選手は加納選手誰ですか。野本選手です。野本選手、さあ、その理由というのは。そうです、この見た目かっこいいと思うんですけれども、やはりプレーがすごいダイナミックでパワフルなスパイクを打つので、そういう部分では男前かなと思います。おー、拍手も起こっています。そんな風におっしゃってますが、野本選手いかがですか。笑顔ですね。男前な選手だそうです。喋ると意外と女性らしい感じですね。さあ、それではまだまだちょっと加納選手お答えいただきたいと思いますが、男前な選手を教えていただきました。それでは他に、例えばそうですね、一番頑張り屋さんなんていかがでしょう。頑張り屋さんの選手。頑張り屋さんの選手ですか。はい。わかっす。そうですね、自分だと思います。チームメイトからも拍手が起こっていますので、間違いなさそうですね。間違いないですね。自信満々です。さあ、もう一つぐらい伺ってみようかな。じゃあ、一番まるまる何にしましょう。一番ムードメーカーな選手、はい、なんですけれども、ムードメーカーな選手、それは私以上に、あ、
長岡選手も笑顔ですね。長岡選手そうおっしゃってますけれども、どんなところで一番ムードメーカーだとこの選手感じられるんですか？多分長岡選手がこのコーナーを今締めてくれると思うので、じゃあ拍手をお願いします。Ha ha ha!